はい、まずスタートですね、うん、スタートは各社一斉に出ましたね。まずは6番ですね、うん、6番の、まずは佐藤龍二選手前取りしましたね。南関東が前ということですね。そして5番のその後ろに5番の宿口選手も取りに行ってるわけなんですけども、内側には七選手、うん、まあ、外側からね、島田選手はまあ上昇していくんですけども、これから大石選手がね上昇してきて4番8番6番という南関東のラインが形成されますね。そして1番の七選手がいますので、まあ7番のフワ選手がこれから上昇してきて7番1番と前中段ですね。そしてその後ろ9番の小川慎太郎選手が上昇してきて、鹿島選手9番2番最高峰に3番5番という関東勢というところですね。まあこのレースのまあ中心選手はやはり特選1着で勝っている吉田拓也選手だと思うんですけども、まあ後方からのレースというところで宿口選手とどういうレースをするかというのが非常に楽しみになってきますよね。最近本当に成績も良くなってきましたのでね、トンネルを抜けたような感じですよね、吉田拓也選手です。あと気になるのはやはり、まあ、小川慎太郎選手の動き、不破選手の動きも気になるんですけども、この大石選手が地元勢を連れてどのようなレースをするかですよね。前を取っていますので、やはり、突っ張って先行して、地元の菱島選手、佐藤選手にね、ラインとともに、上位独占を決めたいという思うね、石井選手、大石選手いますので、まあ、ここ前で受けたということは、まあ、早く抑えに行かないと突っ張って先行ということもあると思いますね。まあ、そうなってくると不破選手が4番手ですからね、4番手回れるので楽な展開になると思うんですけども、まあそうはさせずとね、やっぱり早めに吉田拓也選手がここは突っ張り策をなくすようにね、後ろから抑えに行きます。やはり4番の大石選手もここは吉田拓也選手を1回受け流す形で、吉田選手が切ったところを9番の小川慎太郎選手がね、ここうまいですよね、行って、そして吉田拓也選手が3番手に引いたところで、まあ、不破選手がここはね、最近横もやるんですけどもね、前に踏みながら4番の大石選手をね、ここは出させるというところなんですけども、まあ、そうなってくると吉田拓也選手が8番手になるんですけども、吉田拓也選手の動きっていうのがね、やはり調子がいいですよね。引いた、まあ、もうすぐさまここまくり上げいきますからね、1センターちょっと危なかったですけども、まあ、ここは、しっかりとまくりに行って強いところを見せましたよね。あとは2番の鹿島選手見ててください。ここから、本来であればここのコースいいとこ来てるんですけどね、1番のねちょっと引っかかってしまって、間に入ってしまったんですけども、まあ、5番の宿口選手とね、ここは吉田拓也選手いい伸びしてましたよね、うん、関東同士の決着でしたね。はい、はい。